経営体制をめぐって対立している大塚家具の問題です。まあ、お父様である創業者の大塚勝久会長と、お嬢さんの久美子社長。まあ、一歩もどちらも引かないというような感じですね。はい、いやー、これはね、私はね、お父様がやってた頃の大塚家具にね、行ったことがあります。それは、あの、新宿の三越のね、奥側にあるじゃないですか。で入っていった時にね、全然頼んでないのに従業員がビターッと僕の後ろからついてきて、これはですこれはですってうるせえなと思いながらね自由に見たいなっていう感じでしたか。はあみたいに思って、もうそれからしばらく大塚家具に行ってないんですよね、うん。まあその販売方針というのは、あの社内でも議論があったし、特にあの長女であるね、はい、今の社長の久美子社長なんかはニトリもできてきたし、イケアもできてきたし、ニトリってそんなことしませんよね。そうですね。ニトリはもう勝手に探せみたいなね、はい、そういう感じじゃないですか。イケアだってね、まあ基本的にはそうじゃないですか。はい、で、業績もそれで良くなってきている。僕の個人的な感覚だけど、あれビターッと作られるとね、何なんだよと思いますよね。まあ、確かにそうですよね。だから私は、組子派なんですよ。あえて言えばね。はい。それで今お父様には奥様と長男の方がついておられて、保有する株は3人を合わせるとね、だいたい 20% と、うん。で長女である久美子さんにはですね、次女と三女の方と有力な取締役が2人と、あとは海外投資家がねどうもついていて、どうも合計すると 20% とということで、こう拮抗してるわけですよね。はい。で、お互いに相手のやり方は時代遅れであるとかですね、うん、今の業界に合ってないとか言い合っていて、力のある会長が大きくした会社の後継というのは非常に難しいですよね。そうですね。だから、スパッと辞めてね、自分の家族以外の人っていうのは本当はいいんだろうけども、まあ実はそうはいかないじゃないですか。成功した会社ほどそういう問題に直面するわけですよね。はい。まあでも僕は思ったのは、大塚家具ね、家具業界では大きな存在であるし、デパートがほとんど家具を置かなくなってきた中では、やっぱり消費者にとっても利便性の高い会社であってほしいなというふうに思ってましてね。で、利便性の高い会社という点で言うと、ニトリがですね、銀座に店を出すというのは、やっぱりそうなのかなという気がしますね。つまりニトリっていうのは、郊外を車で走っていると、国道沿いぐらいにですね、16号線とかね。そうですね。あの、特殊なブルーがね、僕は、あの、いいなと思っていて、見ただけで一発でニトリってわかりますからね、あれ。遠くからでもわかりますね。遠くからでもわかる。すごいですね、はい、あれはね。はい。それが銀座でなぜ店を出すかっていうと、銀座ってのはやっぱり高級さのね、イメージだと、青山商事もそうだったし、他に銀座に進出してきたところいっぱいありますよね。はい。ラオックスもね、結局あの中国商に変わっちゃったんですけど、もう銀座に出てきたりとか、ね。ユニクロもそうですね。ユニクロももちろんそうですよね。はい、だからそういう意味では、銀座の価値っていうのは高まってきてる。まあ都心の価値が高まってるっていうことですよね。で、特に東京はですね、勝どき橋の向こう側はですね、新しいマンションとかどん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 できてるじゃないですか。はい、そういう意味では、商圏が広がっていて、まあ大塚家具もね、一丁目にあるらしいですけどね、一回も行ったことないんだけど、デパートが徐々に家具離れする中でですね、面白い競争が展開されるのかなというふうに思ってますね。これでイケアと大塚家具とニトリと、あとフランフランなんてのもね、面白い。そうですね、雑貨とかで女性に人気がありますね。そうですよね。だニトリもそれ狙ってんじゃないかなとね、郊外だけじゃなくて都心の若い女性に存在感を植え付けるというところが狙いとしてあるんじゃないかなというふうに思いますよね。